廃管少女。皆さんこんにちは。パパラーの館へようこそ。みんです。今回から廃管少女というゲームをやっていきたいと思います。ホラーとミステリー要素の多い探索型アドベンチャーゲームということで大好き。<laughs> 過去に惨劇が繰り広げられたある廃管少女は何かを探し廃刊する。それを追う精神科医 途中様々な機械な体験をして、すべての謎が解き明かされた時、真実が姿を現します。というゲームでございます。では、早速、やっていきましょう。この度は、配管少女をプレイしていただき誠にありがとうございます。本作はホラーゲームです。ホラー表現が極度に苦手な方は、プレイをお控えください。皆様を見るので、ご視聴を続けてください。お願いいたします。即死箇所がございますので、こまめなセーブを推奨いたします。 うわー、さらに追いかけっこ要素もございますということで、やばいですね。これ、ゆっくりにしとこうよ。<laughs> なんで普通がないのこれゆっくりがデフォルトってことでしょ、多分。では、ゆっくりでいきましょう。まず君の名前を教えてほしい。リリー。そうか。それじゃあリリー、聞かせてほしいんだが。 君のことをとても心配している人がいることは知っているかな大丈夫。怖がらなくていい。その人のためにも君には話してほしいんだ。あの日何があったのか君には話せるはずだ。落ち着いて、ゆっくり時間をかけていいから、話してくれるね。リリーちゃんがなんか握ってんのかな愛感少女。 おオリジナルのドット絵らしいです。あ、もうすぐ動ける。外に出るのはやめよう。なんか真ん中に手紙置いてない手紙がある。リリーへ。あの館に足を踏み入れてはいけない。行けば君に危険が及ぶ。君は今とても不安定な状況にある。だからどうか考え直してほしい。このままだと君に恐ろしいことが。 手紙はここで途切れている。アルノルトからの手紙を手に入れた。アルノルトとリリー。なんか、ここにもある。最近の日付の新聞紙が置いてある。改装中に事故アインザームの外れにあるグランツコジーンの改装工事中に事故が起きた。5年前に起きた事件により、ずっと無人だった館を取り壊すことが決まった矢先の出来事だ。 被害者は工事の責任者で作業中に上からの落下物によって下敷き状態になってしまった。わく付きの建物なだけに町の住人はたたりだと騒いでいるが工事は一時中断し経過を見ていくとの見解だ。資料アインザーム新聞1を手に入れた。こっちは何だろうボロボロのソファーが置かれている。さっきのソファーの上にあった感じか。引き出しの上に食材がある。ろうそくに火はついていない。 なんかここ光ってるのが最初から見えてたよね。ソファーの下に何か光るものが落ちている。え、拾っとこう古いライターを拾った。この絵とか。あ、日付は事件の半年前になっている。施設の前でみんなで撮った写真だ。なんか右の人が女の人で、真ん中が男の人で組んでて、左がメイドさんかな子供は4人いるって感じだね。これさ、 アイテム、ライターで。あ、燃料はなさそうだってことは、燃料、あ、待ってこの子がリリーちゃんかな記憶のかけらとか。あ、こうやって記憶をさ、なんか、いろいろと繋いでいく感じなのかな一旦ここでセーブしました。いや、まずは下から行った方がいいんじゃないかと思うんだけど。 あ、固く閉ざされている。なんかどっかで見たよねこのドアは固く閉ざされているみたいなさ。<laughs> なんかそういうのあるよね。これは地図か。今いるのは大広間かな結構広くないマップ。マップが広いぞ。こっち側はいけるうわ、いけない。まっすぐ上に上がりなさいって。なんかさ、ここ、あれか。床板が抜けてんのかななんかここだけ黒くなってるの気にならない気になるのは私だけかな。 あ、ここも抜けてるわ。うわ、なにこれ。うん、ここは確か食堂だった。え、来たことあるのかな甲冑をまとった騎士を描いた油絵が描けられている。右手に剣を低く,く、左手にた手を高く構えている。あれかな長身と短身とかなのかな時計かななんとなく。あ、女性が描かれた油絵が描けられている。誰かが描いた肖像画だろうか 目が開くとかないよね。<laughs> 怖いんだけど。これは引き出しの中に何か入っている。オイルを拾ったライターにオイルを入れることができそうだ。いいですね。じゃあ、これを、あ、できてる。ここでセーブしておこう。そして、ここに、一旦火をつけた方がいいのかなお、火を灯した。絶対火は灯しておいた方がいいよ。あ影の悪音がした。え、すごい。 しかもさ、ろうそくをつけると、こんな一気にさ、明るくなるもんなのもしかしてこれ食堂に行けるとかなのかなあー、ここかー。ちょっと待って、あ部屋の明かりが消えた。ろうそくが消えてしまったのだろうか。なに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 来てる来てる、後ろいるよで、ね、動けないんです。動け、待って怖い怖い。後ろからずっとついてくるとかない誰誰 なんか、写真に写ってた子かなここは、さっきのは一体何だったのだろうか何か明かりになるものを探さないと。え、じゃあオイルライター持ってない感じえつけられないのかほら、さっきのさ、今一瞬パーンって出てきた子、この右側の女の子かなって思ったんだけど、違うのかなつけらんないのか一旦じゃあここで、セーブをしておきましょう。で、こっち行くと。 あれは懐中電灯え、上なんでオイルライターはあーやだなんか甲冑があるな。あ、こっちも行ける。うーわー。これとりあえずさ、ろうそくも使えないとかって感じなのかなじゃあちょっと先進んでみますか。一回こうやって先に進んで探索しておくのが大事。で、これが立派な甲冑が置かれている。 今にも動き、絶対動くのフラグでしょそれ。<laughs> 絶対後で追っかけてきたりするんでしょ何の音何の音だ動、うぅびっくりした。ドアは固く閉ざされている。これは立派なカッチ、さっき動いたんだよ。右手に剣を、左手に盾を構えている。右手の剣を、剣を低く持たせて、盾を高く、 掲げる。これだったよね、確かね。ここのドアが開くのかな。なんかいるじゃん。ここでセーブしておこう。<laughs> 一旦ここでセーブ。君はどうしたの本棚の中に古い冊子がある。何かの新聞記事の切り抜きを集めたよ、もののようだ。保護施設で大量虐殺事件が発生。アインザームの外れにあるグランツ孤児院で複数の死体を発見。 孤児たちのケアを専門とする医師で月に2回ほど訪れるというアルノルト・フォルカー氏が第一発見者だ。その日もいつものように診察のため訪れた矢先の出来事だったらしい。現場は無ごたらしい状況で身元を把握するのに時間がかかりそうだ。これさ、アルノルト・フォルカーってさっき手紙かなんか置いてた人だよね、きっと。資料、古い新聞1を手に入れた。なんかこれ右側にもあるぞ、ここは 何かの表のようなものが貼られている。見回り担当サブリナ、ローゼマリー、トニー、エリーザ、リーリー。来週の予定、アルノルト医師、訪問治療。これが何かあったってことなのかな誰かの日記今日もまたローゼが騒いでいた。廊下で幽霊を見たという。子供だから妄想が過ぎることもあるとは思うけど、こう毎日大騒ぎされると世話をする身としてはたまったものじゃない。幽霊などいるはずがない。 あの子たちに理解させ、静かにさせるいい方法はないものかしら。トニーは気持ち悪い虫ばかり部屋に持ち込んで、おかしな子供ばかり。こんな陰気な場所と知っていたら、働きになど来なかったのに、一緒に過ごしているこっちが病んでしまいそうだ。これはさ、なんかさっきのさ、今日にいた人かな。いよいよ完成グランツ個人。 街から30分車で走った丘の上に、待望の施設が開設される。待望っていうことは結構、孤児が多いっていうことなのかなもともと戦時中に使われていた場所で、重篤患者を受け入れる医療施設だったようだ。館を一部改装して開設されるのは、孤児を集めて精神的治療を施す、いわば安らぎの園だ。ものはいいようだよね。 委員長として抜擢されたのは、ハーネス・マリオット氏。有名な外科医だった彼が、次のステップとして個人の院長という選択肢をしたことを誇りに思いたい。ボロボロの雑誌一応手に入れた。この辺のみんながなんか陰謀を渦巻いてるみたいな感じかなこの辺とか、他に。めぼしい資料はなさそうだ誰かの。これなんだ上に行けんのかなはしごがある。持って行きますか 持っていくどこにえ、なんかついてくんだけど。これさ、上に持っていくとか違うのかなここら辺とかどこに持っていけばいいんだろうきっとはしごで上に登れるようなところがあるはずなんだけど。じゃあ、こっちに持っていけんのかな持っていけるね。どこに持っていけばいいか可愛くないこの動き。あ、この辺かな板が崩れて、ここー。 いいですねーいいですよ。持ってきて正解だったわ。で、これセーブしておいて、こことか入れそうだけどね。扉に鍵はかかっていないが開かない。なるほど。ロックを向こう側から外す。こっちはここは鍵があるのかななんか落ちてるよ。折れた棒切れが落ちてる。拾いましょう。木の棒を手に入れた。これ、こっち行けるとかじゃないのかな まっすぐもしかして。え、なんかすごい広くないえ、広いよ待って、右側に行けばさっきのところのもうドレルとかじゃない確か物置部屋。うわー、待って、これマップ覚えなきゃいけないやつだ。なんでろうそくついてんのえなんでろうそくついてんの極大に火が灯っている。いや、おかしいって。え、これおかしいって。チェスの絵のようだ。 右前にクイーン、左真ん中にビショップ、右奥にナイトが並んでごめん。ちょっと写真撮ります。これ私、チェス全くわからないので。<laughs> でも絶対何かのヒントだから、これだけは撮っていきたい。これ2階か。絶対おかしいっていうことに気づいた方がいいよ。これもあっちから。これさ、窓の外何かいるとかじゃないよね。怖いからね。これは鏡か。鏡。 大きな鏡がある。まるで向こう側に違う世界があるようだ。SOS?SOS? じゃあ違うわ。鏡だから、鏡だからこれがどうなってんだろ ?202 かな ?202 か違うものかって感じじゃない鏡文字でしょこっちはえ、何の音うわ、しかも入るんかい。誰かいたな。助けて。 この部屋のこのクローゼットだろう。開けようとしても立て付けが悪いのかびくともしない。扉の隙間を覗いてみると中で何かが挟まっているのが見える。どうにかしてこのクローゼットを開けられないだろうか。あ、この格好になってるのは何かしてできますよっていうことが木の棒は使えないと。じゃあ、こっち見てみるこれは日記。 今日も使用人のバカ女を騙してやったわ。ちょっと泣いてみせたら案の定うろたえて動揺してた。院長に言えばきっとあの女たち首になるから下手なことはできないって私知ってるの。今度はトニーと一緒に鍵でも隠してやろうかしら。なんでなんでみんな信じてくれないのまた嘘をついてるって本当に見たってのに。 あれは幽霊だったわ。物置部屋の前で本当に見たのよ。なのに。使用人のバカ女、幽霊に取り殺されればいいのよ。なるほど。これさっきなんか最初にあった日記の内容だね。本当に幽霊いるんじゃないの <laughs> 違うのかなこれは斧の先端のようなものが落ちている。赤いサビなのか血がついているのかはわからないが、歯の一部が赤黒く染まっている。 ここで惨劇が起きたのだろうか。これを使って何かできないだろうか。持っていこう。多分ここ開けるんじゃないのかな。違う一旦アイテム。あ、できないんだな。多分このやつって血じゃないのかな。こことか、端っこ行けるとか、布団に潜れるとか、ここの壁なんか書いてあるとか、なんか点々点って書いてあるんだよね。そういうのをちゃんと、 見ていかないといけないっていうね。じゃないとね、考察も何もできない。ここはトニーの部屋だった。こっち奥行ける戻ってくるとかないロープがあるよ、これ。何かに使えるかもしれない。ボロボロの紐。お、拾ったものを組み合わせてみた。手作りの斧ができた。なるほど勝手に作ってくれるのめっちゃありがたいね。<laughs> ここはリリーと書かれている。 かつて私の部屋だだった場所だあなたがリリーなのね。入らないのこれ、あ、わかった。斧でぶちあけてみる。あさっきのところ、斧でぶちあけてみるとかじゃないこの女の子の部屋。あれどこだっけここ、ここ。ここでさ、アイテム。斧使ってみる。おいいですね。壊した。壊すのはよくないかも。なんか音が鈍くないこれは うーお、どうやら内側から火ばさみでつっかえ棒をしていたようだ。火ばさみを手に入れた。内側からつっかえ棒で閉じこもっていた人物はどこに消えたのだろうか。なぜこのクローゼットに身を潜めていたのだろうか。隣の部屋の扉の鍵が開く音がした。なんだろう、ここにお部屋の女の子なのかなで、もうこんだけ日数経ってれば溶けて消えてる的な感じ隣の部屋っていうのは もしかしたら、トニーの部屋が空いたってことあ、でもトニーの姿はなさそうだね。これは小型ナイフのようだ。よくトニーが持ち歩いていた。物騒だけど彼にとってはご信用だったのだろう。なるほど。本が乱雑に散らばっている。これは日記かな日記ではない。これさ、標本かな虫の標本に何か小動物の骨のようなもの。肉片が乾燥してこびりついたもの。 棚の下の方に蓋を閉じた箱がある。いや、これ開けたい方がいいんじゃないかな。うん、なになに虫虫かなえ、なになに虫が大量に湧いた箱がある。気味が悪いのでもう見たくもないものだが、もう一度見とこう。<laughs> 私たちには見えないからね。リリーちゃんが見てくれてる。大量のウジ虫が隙間もないほど密集し、うごめいている。虫の隙間から何か光るものが見える。 とはいえ、この中に手を入れる勇気はない。え、オイル焼いたで焼き殺すっていうかなんか、あれじゃないさっき火ばみ、意味ないか。ウジ虫はもだい苦しみながら燃えかすになった。その下から鍵の形のようなものが出てきた。ライター、すごいんだね、火力が。食堂の鍵を手に入れた。手に入れたならセーブして、ここはもう他に、 何もないのかなああいうのはやっぱりね、フラグだからね。殴り書きされたようなメモが貼り付けられている。クソ使用人様。今日は食堂の鍵を盗んでやったから頑張って探してみろよ。かわいそうだからヒントを書いておいてやるよ。答えは虫が知ってるぜ。ごめん、先に解いちゃった。ごめん、ごめん、先に解いちゃったんだよ、これ。<laughs> すいませんでした。うじ虫のね、やつをやってしまったからね。 こんだけさあ、待って、ここもライト、ライトじゃなくって、ろうそくがついてるからな。えなんか、勝手に歩いてったんだけど。何背後から冷たい気配がする。え何逃げろ頭の中で誰かの声が響く。ちょっと待って、どこに逃げろっていうのどこ、なんかなんか、ちょ、待って待って、やんだん。えなんて書いてあるこれ。ガムエおう、 うわーゲームオーバーか。<laughs> ゲームオーバーって書いてあったのか。逃げろあ、もしかしたらさっきのさ、タンスの中に行くとかじゃないよね、きっとね。え、これどこに逃げればいいの食堂に逃げればいいのかなだとしたらちょっとなんか、え、大丈夫あ来ないじゃん。これ、下に行ってとかっていう感じえ、なるほど結構さ、 後ろついてくる。あついてこなくなっちゃった。食堂が上だったっけじゃあちょっと食堂に行こうか。これセーブして、なんか、かわいいね。やっぱね。追ってくるのもかわいいみたいな。そこまで怖くはないもんね。恐怖心を煽るような感じではない。ここは確か食堂だった。食堂の鍵を使った。うーわー、これは。最近の日付の新聞紙が置いてある。またしても事故。 グランツ個人の回装が一向に進まないまま1ヶ月が過ぎた。警察が調査を行っているところ、大階段から転落し足を骨折したという。被害に遭った警察官は誰かに押された気がしたと証言。もう近寄らない方がいい。被害者の霊を弔ってくれ。と様々な声が出ている。果たしてこれは本当に事件にあった霊の仕業だというのだろうか ということで、配管症状第1回目はここで終わりにしておきたいと思います。なんかね、即死とかもね、まだ出てきていないんですが、これからいろいろな謎を解いて考察をしてっていう風に楽しんでいきたいと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。